今回はゼンマイを巻くときに傷がつくのを防止するためのものを購入しました。大きいものではないので封筒に入って送られてきました。それでは開けてみます。ウィンセスのマイクロファイバー手袋です。評価が高かったので購入してみました。サイトに寸法が書いてあったので買う前に自分の手の寸法を測って M サイズを購入しました。中身を出してみます。手袋を拡大してみます。表面を触った感じはツルツルです。マイクロファイバー手袋を手にはめてみます。もっとはめづらいかと思いましたが、結構簡単に入り、ぴったりでした。手袋をしたままゼンマイを巻いてみます。ロックは外してあるのでゼンマイを巻いてみます。親指と人差し指は先まできっちり入れておいた方が巻きやすかったです。最初は少し余らせてはめていたのでちょっと巻きづらかったです。早送りします。ロックをして終了です。手袋をしているので指紋も気にせずに時計を触れます。今まではクロスを当てて時計に直接手が当たらないようにしてゼンマイを巻いていたのでだいぶ楽になりそうです。指紋がついていてもクロスを使わずに手袋で拭けば取れます。今まではゼンマイを巻くたびに指紋をクロスで拭き取っていたのでその作業がなくなるだけでも時間短縮になりそうです。あと、ゼンマイを巻くときに指先で時計に傷をつけてしまう確率も減りそうです。肝心の手袋ですが、作りはしっかりしているので、どれくらい耐久性があるのか調べてみたいと思います。これからも、参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思います。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。